はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。ほんとどうでもいい話なんですけど、さっき髪の毛切ってきました。マジでどうでもいいっすよね。はい、まあてな感じでね、今日はジャイアンツ、まあ優勝争いしてるじゃないですか。で、まあすごくね、熾烈だと思うんです。で、まあ僕が昔ね、ジャイアンツにいた時に、この時期どんな感じで過ごしてたかなっていうふうに思ったら、クビになるとき、戦力外になるときをふと思い出したんで、今日はちょっとね、ジャイアンツ情報じゃなくて申し訳ないんですけども、今日は僕がクビになったときの、まあ、どんな感じでクビになったとか、まあ、この時期も時期なんで、まあ、そういったことも、話したいなと思って、今日は自分の話をちょっとさせてください。はい。勘の言い方は、お前今日ジャイアンツのいい話題が見つからんかったから自分の話するんやろっていうふうに思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけども、図星ですね。はい。図星なんですよ。図星ですね。はい。まあ、いいじゃないですか。たまには僕の話も聞いてください。はい。そんな感じでね、まあ僕はですね、ジャイアンツ、まあ2018年から2020年まで、まあ3年間ね、ジャイアンツに所属しておりました。はい。で、まあ、育成選手としてね、所属をしておりまして、まあ、僕は背番号が007という、まあ、007やんとかね、よくね、内田コーチっていうね、打撃のコーチ、有名なね、コーチがいらっしゃるんですけども、そのコーチにね、007とか言われてね、よくね、まあ、言われてました。そんな感じでね。はい。で、まあ、僕もともとキャッチャーをやってまして、まあ、この YouTube でもね、配球の解説であったりとかしてますけども、一応ね、まあ、曲がりなりにもですね、キャッチャーをね、ずっと続けてきたっていうね、まあ、中学生ぐらいから本格的にやり始めて、まあ、プロも一応ね、キャッチャーで入ったりして、まあ、バッテリーコーチなんかにもすごく怒られながらではあるんですけども、まあね、育成選手だし、まあお前プロちゃうやんけみたいな感じでね、おっしゃる、言われるね、方いらっしゃいますけども、まあ実はね、僕もね、そういうふうに思ってますし、プロ、育成選手はプロじゃないというふうに思ってますから、まあね、そんなこと言われなくてもね、まあ本人が一番自覚してるよっていうところですね。で、まあこの時期というところ、まあ、巨人が優勝争いしてますよね。で、非常にこう、一軍頑張ってる中、まあ二軍の選手もいろいろ思うところはあるんですね。で、まあ僕が一番ね、先ほども言いましたように育成選手というところで、まあ三軍の試合であったりとか、まあ二軍の試合にね、帯同したりとか、してました。で、僕のそのね、クビになる3年目の話をちょっとさせていただくと、僕ね、その年ね、めちゃくちゃ調子良かったんですね。で、その年ね、コロナが初めて入ってきた年で、試合数が少なくなったりとかっていう結構大変な時期だったんですね。で、その時期でもあったんですけど、まあ、いろいろね、ペナントというかね、試合が再開されてない中、再開されてもいいように、まあ、いろいろ紅白戦であったりとかっていうところをね、チームでね、やってたんですよ。1軍と2軍とか2軍対3軍とかでいろいろね、試合をしてたわけですよ、その当時ね。で、僕、その年めちゃくちゃ調子が良くてですね、まあ、キャンプからずっとそうだったんですけども、めちゃくちゃ良くて、その紅白戦の時もね、ずっと良かったんですね。で、ずっと2軍に帯同してて、もしかしたら支配下登録できるんじゃないか、できるんじゃないか、してもらえるんじゃないか、みたいな感じの位置まではいたんですよ、ずっとね。なんですけども、まあ、僕がね、めちゃくちゃヘマをしてしまってですね、ある時、東京ドームで試合があったんですよ。で、その日に、まあ、原監督が見に来ると。で、なかなかね、原監督が直々にね、見に来るっていうのは、まあ、あまり、こう、ないことではないんですけど、まあ、結構珍しいというか、まあ、そういったレアなケースなんですね。で、その時に、僕が2番キャッチャーか3番キャッチャーかなんかで試合に出てたんですよ、紅白戦でね。で、その試合ですよ。その試合、まあ、言うたら僕にとっちゃめちゃくちゃ大事な試合なわけですよ。で、その時に、その当時はジャイアンツは、アップってあるじゃないですか。アップってこう、ウォーミングアップですよね。ウォーミングアップをする前に、各自でアップをして、で、アップって言ってもみんなでこう、なんかこう、公開劇みたいに、1、2、1、2とかやるんじゃなくて、もう本当に、ダッシュだけを、ダッシュとか、もう本当に最後のこうスプリントとか、最後の仕上げだけをみんなで揃えるっていうだけのアップだったんです。だから自分でグラウンド出る前に、例えばこう、風呂入って、ストレッチして、筋トレしてとかね、いろいろまあトレーナーさんに見てもらったりとか、そういう準備があって、
で、グラウンドに出て、で自分でアップとかいろいろこう、ウォーニングアップをして、で、最後に、みんなでちょっとこう、スプリントを合わせる、ダッシュを合わせるとか、そういう形式だったんですね。今はちょっとわかんないですけども、僕がいた時はそういう感じだったんですよ。だから、いわゆる、グラウンドに出て、アップ前のアップをするわけですよ。で、そこで僕、まあ、東京ドームでね、まあ、試合するというところで、まあ、まあ、緊張も、まあ、少しありましたし、まあ、普段ね、僕、まあ、主にジャイアンツ球場で、練習でやってる試合をやってましたから、ファームだったんでね。で、そこでね、アップのアップをしてたわけですよ、僕ね。で、それで、本当にダサい。今考えてもすごくダサいんですけども、僕、いつもね、ルーティーンで片足ジャンプっていうのをよくやってたんですよ。こう、まあ、その名の通り、片足でジャンプをして、まあ、ジャンプをするっていう、まあ、アップ、ウォーミングアップの一環ですよね。で、それを、まあ、東京ドームでもやったんです。レフト側のところら辺にバンバンバンでこう、ジャンプをこう、ボンボンボンでしたわけですよ。そしたら、ポンポン、グキーって言って、足首をグニャーってひねっちゃったんですね。で、まあ、普通の、打撲というかね、捻挫だろうと思ってたんですけども、えげつない音になったんですよ。バキンって音になって、その辺にね、こう、みんながアップしてるところに、トレーナーさんがいろいろ常駐してらっしゃるんですよ。見て回ってはるんですけど、おいおい、小山、お前、今なんか、変な音ならなかったかみたいな。お前なんか、足首ぐねったんかみたいな言われて。で、それで、ああ、ちょっとぐねりましたけども、ああ、全然大丈夫です、みたいな感じで、言ったんですね。でもめちゃくちゃ痛かったわけですよ。で、1分2分ぐらいしてると、もう足が痛くて痛くてたまらないわけですよ。で、僕今日ね、2番キャッチャーが確か3番キャッチャーがどっちかなんか出てたわけですよ、試合ね。で、それでこんなん欠場してられへんっていうところですわ。で、でもあまりにも痛かったんで、ちょっと白っぽい感じで、トレーナーさんのね、ルームがあるんですよ、東京ドーム後ろにね。で、それで、あ、すいません、つって、ちょっと足首ちょっとだけ、なんか緩い感じというか、ちょっとさっき、ぐねってちょっと緩い感じするんで、ちょっとテーピングだけ巻いてもらえませんかっていうふうなことを言ったんですね。そしたらトレーナーさんも、おお、お前大丈夫か、お前キャッチャーやのに足首大事だぞみたいな感じでね。あ、じゃあ、巻くからちょっと、靴脱いでね、靴下も脱いで、ちょっとね、ここ足置いてくれへんかって言われたんですよ。そしたら、僕、靴紐ね、こうやってこう、研いで、置いたわけですよ。そしたら、えげつないぐらい腫れてるんですね。えげつないぐらい腫れてて、トレーナーさんがもうびっくりして、お前どうしたんやってこれ。お前めちゃくちゃ腫れとるやないかと。お前こんなん普通の捻挫ちゃうぞみたいな感じになって、いや、ちょっとさっきグネったんです、みたいな感じで、なんかめっちゃ冷静に予想しながら、ね、言ったんですけど、お前これ折れてるかもしれんぞ、みたいな感じで。実際めちゃくちゃ痛いんですよ。でも、もう休めないというか、ここめちゃくちゃ大事な、試合っていうのを分かってますから、自分でね。いや、ちょっとほんまいけますって言って、言ったんですよ。なんですけども、まあ一応巻いてあるけど、じゃあ、巻くのはいいけど、その後にちょっとダッシュかなんかしてみろ、俺の目の前でって言われて、で、巻いてもらって、で、それで靴を入れようとしたんです。靴にこう足を入れようとしたら、もう腫れすぎて入らないわけですよ。もうそれぐらい腫れてたんですね。で、それで、もう、案の定ね、ダッシュももう、できる状態じゃなくて、そのまま病院にね、直行したわけですよ。そしたら、まあ、左足首の、なんか靭帯がなんか2本ぐらいね、ちょっともう、いかれてしまってて、まあ、全治3ヶ月だったかな、2ヶ月半とかなんかそれぐらいって言われたんですよ。で、まあ、まあ、育成選手で3年目で、もうそんなことしてられないわけですよ。で、それで、もう必死にね、もうすごいリハビリのスピードでやって、まあ結局まあ1ヶ月半ぐらいが、1ヶ月とちょっとぐらいで、復帰したわけですよ。で、まあ三軍戦にね、始め出て、ちょっともうパパパパーンってもう、猛打賞をパパパパーンって 2試合ぐらいして、すぐ2軍に上がったんですけど、まあ、そうですね、僕が覚えてる限り言ったら、まあ8月ぐらいかな。8月ぐらいでもう、明らかに僕が前2軍にいて、試合に、ね、使ってもらってた時の起用法と違うわけですよ。で、その時に察するわけですよ、僕は。3年しかいなかったですけど、まあ、毎年ね、クビになっていく選手がいて、あ、この時期にこういう使われ方し始めたらクビになるんだなっていうのを分かっていくわけですよ。で、それがね、自分に当てはまってたんですね。その最後の年っていうのはね。で、それで、8月ぐらいにはもう、ああ、これ多分僕、クビやなと。この使われ方、まあ、怪我したのも自分が悪いし、タイミングもね、まあ、非常に悪かったし、まあ、多分クビやなと思って、まあ、でもそれでもね、腐らずにね、まあ、やってたわけですよ。で、まあ、最後僕はね、まあ、フェニックスリーグという、まあ、若手のリーグが宮崎にあるんですね。まあ、
野球知ってらっしゃると思うんで、皆さんね、分かってらっしゃると思うんですけど、まあ、宮崎にまで行って、確か、その年ね、11月31ぐらいに、まで、その首に、できるというかね、最後の日なんですね。11月31日を超えて12月に行ったら、その選手は来年もまあ契約するという形になって、なってたんですね。で、僕が首を言われたのは、その11月30日ですね。だからその1日前に、その宮崎のね、その、まあディレクターとか、ファームディレクターっていう方のね、まあ井上さんという方だったんですけども、その年ね。にちょっと呼ばれまして、ちょっと小山、部屋来てくれっていうふうに言われまして、部屋行きますと。もう僕は分かってますと。もうクビになるっていうのね。で、それで、いや、小山、まあ、来年を、もう、まあ、構想外というかね、そういう形で思ってますと、球団をね。で、まあ、あなたの、まあ、人柄というか、うん、まあ、いろいろね、まあ、キャッチャーっていうところもありますし、非常にね、その、井上さんっていうのはね、今何をされて、まあ、ジャイアンツの中にいらっしゃると思うんですけど、どんな役職にいらっしゃるかわからないですけども、その当時はファームディレクターって言って、まあ、結構偉い方って言われるんですけども、そういう形だったんですね。で、それで、まあ、その方は、井上監督というかね、三軍の監督もね、やられたんですよ。前の年かなんかにね。だから、僕もね、すごく接点があったんですね。で、それで、最後に、なんて言うんだろう。まあ、ジャイアンツね、まあ、すごくあなたのことを評価してますと、まあ、その選手としてはもう契約しないというふうな形になったんですけども、まあ、球団に残ってほしいというふうに思ってますと。で、まあ、ブルペンキャッチャーであったりとか、まあ、アカデミーのコーチであったりとかっていうところのオファーがあなたにありますけども、まあ、どうしますかっていうふうに、まあ、球団に、残らないですかみたいなことを言われたんですね。だけどもですね、僕はもう8月ぐらいにですね、もう首っていうのを分かってましたからね、悟ってましたから、それぐらいからですね、まあ野球は真剣にやりますよ。もちろんプレーは真剣にやりますけども、今後どうしていこうかなって、どういう、次は僕はどういう夢で、どういうビジョンで、毎日を過ごしていこうか。っていうのを、まあ、毎日ね、寝る前とかに考えてたわけですよ。8月ぐらいからね。で、だから、で、僕の結論としては、まあ、僕、自意識過剰なんですけども、多分、球団に残ってくれって言われそうな感じのタイプだったんですよ。どっちかっていうとね。まあ、その当時、葛西選手とかね、もしかしたら知ってる方いらっしゃるかもしれないですけども、葛西選手とか、っていうのも、すごくこう、人柄が良かったりとか、まあ、広畑選手とかもそうですけども、こう、まあ、人間的にっていうかね、こう、性格的に良かったりとかっていう、まあ、自分がいいみたいなことを言うのつもりはないですけども、まあ、なんか残ってほしいって言われそうな、感じのね、タイプだったんで、そういったところも含めて、まあ、どうしていけばいいだろうって、今後ね、っていうふうに考えてたところを、僕はやっぱりこう、まあ、この YouTube でも言ったことあるかもしれないですけども、やはり球団のオーナーになりたいとかいうかね、ジャイアンツにこう所属してるときに、まあ、いろいろね、内部で、まあ、なんかこう、あんまりよくないことというか、まあ、なんでこういうことになってんだろうとか、なんでこういう組織体制になってんだろうっていうのを、まあ、僕は選手ながらにですね、まあ、そういうふうに思ったことがあったんですね。うん。別にジャイアンツが悪いとかじゃなくて、まあ、どこの組織でもあるとは思うんですけども、そういうふうに思ってたわけですよ、選手ながらにね。で、だったら自分でオーナーになって、自分でこう、人材の配置ができたりとか、まあ僕も野球が大好きなんで、そういった、経営であったりとか、そういったことができたら、すごくいいのになって、選手ながらに思ったことがあったんですね、選手時代にね。だったら、そういうふうに思うんだったら、僕は、次の夢っていうのは、まあ、球団オーナーになる、まあ、孫さんであったりとか、まあ、三木谷さんとか、南波さんとかね。まあ、そういう方は、まあ、その球団を買収されたりとかしてますけど、まあ、新しく作られたりとかしてますけども、そこをね、次は目指していきたいなって思って、まあ、そういう球団の誘いというかね、残ってください、残ってくれないですかっていう誘いはありましたけども、あ、すいませんと、やりたいことがあるので、お断りさせていただきますというふうに言って、まあ、断ったわけですね。うん。まあ、まあ、そんなこと言ったらね、お前みたいなこんな YouTube でベラベラ、なんかいらんこと喋るやつがお前球団残らなくてよかったわとか、いうふうに、まあ、思われるかもしれないですけども、まあ、そういった経緯があったんですね。うん。
まあ、そんな感じでですね、今日なんてこんな話すんねんって話ですけども、まあ、ジャイアンツのいい話題が見つからなかったというところと、まあ、この時期ね、僕、選手時代どんなこと考えてたやろうというふうに思った時に、ああ、そうやな、最後の年、首に、首をもう確信しながらね、首って分かってながら野球をしてたな。もしかしたら今のファームの選手もそういう選手がいるかもしれないなというふうに思って、今日はね、たまには自分のことを話させてもらおうかなと思って、今日ね、こんな感じでお話しさせていただきました。はい、そんな感じでね、ちょっと面白くない話やったかもしれないですけども、ここまで見ていただいてね、すごくありがたいですし、なんかこう、ちょっと小山翔平ってなんか面白いんちゃうとか、なんかちょっと、なんか意外と、いいやんみたいな感じで思ってくれる方がいらっしゃいましたらね、ぜひね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、明日は広島戦というところで、まあ東京から、まあ、広島に、ね、移動もありますからね、選手もね、移動、やっぱり腰であったりとか、背中であったりとか、痛くなったりとかね、疲労もあったりしますけども、少しね、もうあと十数試合、ジャイアンツね、優勝争いできているということを、非常にね、意気に感じてね、頑張ってもらいたいな。阪神とのね、直接対決もありますからね、その後には。はい。頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。Thank you.